さあ、みかんで3本目の動画でございます。はい、1本目で、まあ、地域食というか、まあ、九州とか、うん、四国、和歌山は大体こんな味だよって話をして、はい、2本目では時期の話をね、いつの時期にどういうみかんが出てくるって話をしたので、はい、3本目では皆さんお待ちかね、美味しいみかんを選ぶポイント、はい、一番気になるところ、失敗したくない、それをちょっとお話しいただけたらなと思います。わかりました。はい、まあ、これを聞いて、まあ、あの皆さんが年末年始ですね、美味しいみかんで過ごしていただけたらなという気持ちでちょっと皆さんに、説明をしたいんですけども、はいはい、まあ、みかんといえばやっぱり甘み、やっぱ甘いみかんを皆さんあの食べたいかなと、はい、でみかんの選ぶポイントっていうのを、3つのポイントに分けて、それぞれの見極めるポイントをしあのお伝えしたいなと思うんですけども、はいはい、まず1つ目が、まず鮮度、もうこれはもう果物全部大事ですね。鮮度新しいかどうか、はいはい、で2つ目、うん、熟度、はい、このみかんが熟してるかどうか、はい、で3つ目が糖度、はい、このみかんが甘いかどうか、はい、この3つを見るポイントを、1つずつちょっと説明させていただきます。で1つ目の鮮度を見るポイントなんですけども、はい、これはもう簡単です、2つあるんですけども、もう多分皆さん普通に買われてる時見てると思うんですけども、皮の張りですね、うん、これ結構大事です。ちょっとね、鮮度が落ちてくるとどうしても皮がシワシワになってきて、ちょっと張りがなくなってくるんですね。お、っていうのもポイントがまず1つと、これ1つ目の鮮度を見るポイントと、もう1つがここのヘタがね枯れてくるんですよ。新しいものはやっぱりヘタがピンと張ってて、色が鮮やかなんですけれども、うん、やっぱこのみかんも生きてるんで、時間が経ってくるとこの水分を上から吸おうとするんですね、うんうん、でももうここ上もうないんで、うん、どっから吸うかでもこの最後残ったここのヘタから最後の残り少ない水分を吸ってしまうんで、ここは最後枯れちゃいます。ここは枯れてるものは時間が経ってるというふうに思っていただいていいかなと思うんで、鮮度を見るポイントはまず皮の張りと、ここのヘタの枯れ具合、うん、ここがシャンとしてて色が鮮やかなものを選んでください、はい、これが鮮度を見るポイントです、はいはい、もうこれはもう簡単に見れます。普通にもう袋の上からでも見れると思うんで、皆さんもスーパーで使っていただけるかなと思います、うん、でもう一つ、次が2つ目のポイント、熟度ですね、はい、でまた後ほど先ほど熟度と糖度を分けたのはちょっと理由があるんで、それまた後ほど説明させていただきますけれども、うん、熟度っていうのは何かっていうと、はい、まあ、簡単に熟してるかどうかなんですよ。そうだね、うん、このみかんが一番いいタイミングで収穫してもらってるかどうかっていうのを見るポイント、これを説明します、うんうん、でこれを見るポイントは先ほどと一緒で、ここヘタ、うん、はい、ここを見てください、はい、でここはどうなるかっていうと、うん、熟度の浅いものが早く取ってしまったものはヘタがね緑なんですよ、うんうんうん、はい、結構皆さんみかんのヘタって緑のイメージがあるかなと思うんですけども、まあね、じゃあ熟したらどうなるかっていうと、この皮のみかんの皮の色と同じぐらいオレンジ色に染まってきます、うん、ここが、うん、はい、でオレンジ色に染まってるものが熟度が高い、はい、よく熟してると、うん、いうふうに思ってもらって大丈夫です、はい、なのでここを見て熟度を見ると、はい、で、うん、この次糖度を説明するんですけども、じゃあ熟度が高かったら糖度高いんとちゃうかって思うかなと思うんですけど、うん、思うと思うんですけども、これまた別の話なんですよ、うん、やっぱり糖度を上げようと思うと、やっぱ栽培技術がしっかりしてないと糖度を上げることはできないです、はい、なんとかちゃんと必要な時に必要な肥料をあげる、うん、で余分な水分を与えない、うん、はい、これをしっかりできてないと糖度上がってこないんですよ、うん、糖度は上がってこなくてもみかんは熟すんで、時間がくれば熟すんで、時間がくればここは黄色くなる。これ時間がくればっていうのは木の上で時間がくればってことですね、うん、収穫した後は色変わらないんで、ということは、緑が買ったやつが緑や、はい、と思って家で置いててもオレンジにはならないです。ならない、ね、ただ枯れていくだけです。茶色くなるってこと。茶色くなるってことですね。木の上で熟したやつだけが黄色やオレンジになってるってこと、ね、はい、ここはオレンジ色になってる。そこまずだいぶポイントだと思う、はい、うん、ここを見てやってください、はい、じゃあ一番大事なところ、はい、じ
ゃあ熟度を見ても甘さが分からへんやったらどこを見たら熟度か、糖度が分かるねんと、甘いみかんを見極めれるねんってとこ、多分ここが一番大事なところなんで、ここだけをまず最後の一つのポイントをしっかり覚えていただけたらいいかなと思います。はい、はい、どこを見るかと言いますと、このみかんの先ほどは頭を見てもらったんですけど、糖度を見るポイントはみかんのお尻ですね。お尻の、はい、で、あの今ちょっとこれね、ちょっとカメラ、この今カメラで分かりにくいかもしれないですけども、あの普通みかんって私こちら持ってるみかん、これツルツルなんですよ。あの、はい、本当に針があってしっかり、もういわゆるみかんが美味しそうやな、針があるなっていう感じのみかんです、うんうん、で片やこちらにあるちょっと小粒のみかん、こちらはね、皮がねボコボコしてるんですよ。はい、はい、で、答えを言うと選んでほしいのはこっちのボコボコのみかんの方です。うん、はい、でこれ何かっていうと、うん、あのこのボコボコになったみかんっていうのは水分調整がすごく適正にできていると、あの余分な水分を与えられてない、甘みが凝縮されているみかんに出る特徴がこのボコボコのみかんになります。はい、でこういうのを、僕たちの業界では菊みかん、菊の花ですね、はいはい、そのボコボコになっているこの皮の様子が菊の花がこうポンと可愛く咲いたように見えるので菊みかんっていうふうに呼んでいます。はいはい、でここが一番、ここが見ればこのみかんが甘いかどうかが分かるってすごく大事なポイントです。で僕たちが、産地に行ってみかんの買い付けをするときとか市場に行って見るときっていうのはもうここしか見てないです。はい、でさすがに僕たちが市場で蓋を開けて菊みかんだけを寄って買うってことはできないんで、蓋を開けてどれぐらいこの中に菊みかんが含まれてるかっていう菊っぷりの良さっていうの、うん、はい、これを見ます、はい、で産地に行った時は今年の出来がどうかっていうのを占うのに、その大量にあるみかんの菊の多さを見て、あ今年は出来がいいね悪いねっていう話をする一つのすごく大事なポイント、うん、でさっきねちょっと分からへんかったのが、うん、一つに鮮度があって、うん、で熟度、まあ、糖度があるよって話した時に、うん、はいはい、鮮度の時にその張りがあって、うん、でシワシワではないみたいな話だったけど、はいはいはい、これがシワシワとこのボコボコの違いというか、はい、が何ちゅうの、さっきはだって張りがあってなんかツヤがある方がええ言ってたのに、はいはい、そこがちょっと分かりにくい、まずは、ボコボコとシワシワは違います。すごいニュアンスや。違います。それが面白い。で、分かりやすいというか、皮の様子で、もう一つ変わるのが、まあ、あのツヤがあるんですよ。シワじゃなくてツヤですね。やっぱりボコボコでも新しいみかんっていうのはツヤがあるんですよ。光ってる、はいはいはい、テカッと光ってるんですよ。でそれに対してやっぱり時間が経ってしまったみかん、ちょうどここにあるんですけども、はあの光を反射しないんですよね。うん、うん、ちょっとくすんで見えるんですよ、うん、はい、っていう違いはあります。であとはまあ頭のこのヘタのところ、この辺にちょっとシワが寄ったりとか、そういう差が出てきますかね。あの浮いてるやつはないよね。それ皮と身がなんかもうゴワゴワってしてるやつ、はいはい、ありますあります。あれも、それがなりやすい品種っていうのもあるんですけど、あ、そうなんや、あるんやけども、まあ、基本的にはない方がいいってこと。いいです。あれがあるのは古くなってるみかんが多いんで、うん、特に中手以降出てきやすいですね。ほんなら鮮度がちょっと落ちてきてるのがあって、はい、ボコボコのみかんが剥きやすいからええねんっていうのはあまり味的にはお勧めしないところですね。大きさは多分これ、まあ、ここめっちゃちっちゃくて、はい、うん、まあ、中ぐらいで大きいっていうのがあるんやけども、はいはい、大きさでのその違いみたいな。あります。あるんですけど、これはもう同じ条件で育てられたものっていう話を、あ、っていう条件の中で、はい、なので、皆さんがスーパーで、うん、スーパーで多分サイズをね、いろいろ揃えてると思うんですよ。L サイズ、M サイズ、S サイズっていうサイズを揃えて販売してると思うので、はいはい、多分そこに並んでるものは、同じ時期に同じ産地で取ったものっていうパターンが多いんですね、うんうんうん、でこの時にやっぱり大きいものの方が食べ応えもあるし、いいなと。で大きいものが値段が高くなりやすいんですよ、うんうん、はいはい、ただ
味っていうところに絞って言うとサイズは小さい方が甘みは強いです。うん、はい、これも確実に甘いですね。小さい方が、はい、もしスーパーで LMS と並んでたとしたら味を重視するんであれば S を選んでください、はい、まあ、でも一個ずつ僕も面倒くさいわっていう人は、まあ、L サイズ大きめを選んでもらってもいいんですけども 2L サイズの上にまた LL っていうのがあるんですけども、これ以上上に行くともう明らかに味がボケてくるんで、まあ、LL サイズ事業はどんなに安くてもあんまりおすすめはしないです。しない、はい、まあ、小さい方が、はい、いいってことね。いいですね、はい、OK です。まあちょっとここではねなかなか大きさとかシワの感じ分かりにくいと思うんで、まあ、ちょっと後で入れ込みますけれども、はい、だからボコボコしてて、ね、光ってるツヤがあって、ね、ヘタはオレンジ色が理想、はい、理想ですね。理想、はい、まあ一応出会えるよね。出会います普通に。でちょっと今度動画が出るのが12月ぐらいですかね。12月頭の予定、頭ぐらいの予定だったら、うん、多分まさにその時期だと思います、うん、もう完熟のみかんがどんどん出荷されてる時期だと思うんで、はい、ぜひこのヘタを見てオレンジ色を確認してお尻を見てボコボコしてるものを選んでいただきたい。ぜひ選んでくださいと。はい、はい、どうも、ツルツルの方が美味しそうに見えるけど、あの、ナオ先生を信じてボコボコのを買っていただけたらなと。そう、このボコボコとシワシワ難しいからね。できれば店に来て僕もまずこれがっていうのを説明したいと思います。なかなか店も難しいね。そうですか、はいはい、じゃあ、今日こんなところで、はい、次はみかんを食べて、はい、まあ、果物ね、まあ、みかんを食べて美容と健康にいいのかっていうところね。はい、なんかビタミン取れそうなイメージがあるんやけども、うんうん、お前それがいいのかどうかっていうところを、はい、教えていただけたらなと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。